こんにちは、霊夢です。今回はこの日本一の温泉県で暮らそうという、大分県へ移住を考えている方向けの冊子を使って、大分県の各市町村の魅力を紹介します。この動画が移住を検討されている方の参考になれば幸いです。早速ページをめくってみましょう。表紙をめくると下の方に移住先の市町村と移住された方の写真が掲載されています。それでは記載されている内容を読み上げていきますね。時にはゆったりできる。温泉県大分で暮らしてみませんか？日本一の源泉数と湧出量を誇る温泉県大分は温泉をはじめ、豊かな自然や食、そこに住む温かい人など魅力がいっぱい。季節の移ろいを感じながら農業や釣りを楽しんだり、毎日のように温泉でリラックスしたり、豊かな食材を活かしてレストランを開業したりと理想の暮らしが実現できます。住んでよかったそう思える温かい大分県に、あなたも暮らしてみませんか？その下には大分県へのアクセスについて記載があります。東京千葉から飛行機で、羽田空港から大分空港、約1時間30分、成田空港から大分空港、約1時間45分。大阪から飛行機で、伊丹空港から大分空港、約55分、鉄道新幹線利用で、新大阪駅から大分駅、約3時間50分。福岡から鉄道特急利用で、博多駅から大分駅、約2時間、高速バスで福岡天神から大分駅、約2時間25分。となっています。この後移住先の各市町村の記事を紹介しますが、移住先のイメージが課題になったり損なったりしないように、個人的な感想は挟みません。まず今回は大分市の記事を紹介します。ゆっくりしていってね。大分市。大分県中央部に位置する大分市は、経済、文化、交通などの都市機能が集積された、東九州の一大拠点。一方で地域の半分を森林が占め、北部から東部にかけて別府湾や豊予海峡を望み、農林水産業も盛ん。大分空港から車で約1時間。ケース1、石田秀則さん57歳。京子さん42歳。庭での野菜作りに着手。これから少しずつ広げていく計画だという。大分市への移住後は、のんびりとした生活ペースになり、仕事と向き合う気持ちにも余裕が生まれたそう。森の中に神域が広がる八坂神社にて、毎朝お参りに来ますと京子さん。自宅は昭和の雰囲気が漂う築40年余りの 3DK。京子さんがマクロビ料理教室をオープン。問い合わせは info@wako-amaranth.com へ。町の近くで便利に暮らし、身近な温泉でリラックス。平成仮面ライダーシリーズをはじめ特撮テレビ映画制作に携わる石田監督。2019年公開の映画、御前、巡恋の剣も手掛けた。富山県出身。京子さんは岩手県出身。大分オーガニックマーケットには、代表の後藤明子さんが大分県内から集めたこだわり食材が並ぶ。定期的にイベントも開催。露天風呂から別府湾を望む神崎温泉、天界の湯は、景色だけでなく泉質も素晴らしいんですと石田監督。石田監督もお気に入りの人気店、大分ラーメン丸湯、大分市元町さんの3、ボリューム満点のチャーシュー麺が名物だ。食と湯の豊かさに触れ人生をリスタート。数々の特撮ヒーローの育ての親として東京で手腕を振るっていた石田秀則監督と、マクロビ料理教室などを開いていた妻の京子さん。共に仕事は順調だったが、都心生活に少なからずストレスを感じていた。二人とも田舎育ちですから、ゆったり暮らしたいという思いはあったんです。ただ、仕事があるので、東京から離れるなんて想像すらしませんでした。そう振り返る石田監督に対し、すでに心を決めていたのが京子さん。石田監督の仕事が一段落した2018年末、大分市へ移住したいと打ち明けた。理由を京子さんはこう話す。妹夫婦が先に東京から大分市に移住していたので、時々遊びに来ていました。その時大分市は有機野菜が手に入りやすく、農家と消費者との距離も近いことを知り、魅力を感じたんです。当初は悩んだ石田監督も、適度な利便性と温暖な気候に惹かれて決断。市街地を見晴らす高台に貸し屋を見つけると、19年6月に移住した。現在、
京子さんは料理教室を開く準備を進めるとともに、親しくなったオーガニック店が主催するマーケットにも出店。石田監督は、東京の撮影現場と行き来することになったが、仕事がない時期には夫婦でのんびり過ごすという。温泉は週に4日ほど利用しています。循環をしないかけ流しの本物の温泉が身近に星の数ほどあり、入湯料も安い。誰だってハマっちゃいますよ。そう笑う石田監督は、食の豊かさにも感動し、大好きな魚介を求めて近隣の町へ足を伸ばすことも少なくない。以前は常に何かに追われている気分でしたが、そんなに肩に力を入れていきなくてもいいんだと思うようになりました。と、石田監督。心身ともに健康になり、仕事にもおおらかな気持ちで臨めるようになったという。担当者より、都会と田舎の良さを兼ね備えた町です。市内企業への就業や起業のサポートもしています、大分魅力発信局、上原秀夫さん。都会的な便利さと自然に囲まれた穏やかさ。その両方がバランスよく揃っているのが大分市の魅力です。温泉地の別府湯布院に近いだけでなく、大分市内にも立ち寄り湯が豊富。国内外に魅力発信中の大分市にぜひご注目を。こちらが最後の記事になります。唐揚げ店を開業しました。私も移住しました。富永栄子さん53歳は父の元で暮らすため、2019年2月に福岡県から U ターン。市の移住者居住支援事業補助金を活用して、実家の敷地に自宅兼店舗を新築し、唐揚げ店を開業した。ノウハウは知人の唐揚げ店で学びました。大分市は活気があり、皆さんが食に貪欲。味にこだわればうまくいくと思ったんです。その読み通り経営は順調。京都にいる息子さんも大学卒業後は大好きな大分市へ帰りたいと話しているそう。父の健二さんの手も借りて、宇佐唐揚げ富商を営む富永栄子さん。所在地は大分市積り 88-17。以上で移住に関する大分市の魅力の記事の紹介は終わりです。次回は中津市の記事を紹介します。ご視聴ありがとうございました。